小賀塾は、江戸時代の日光街道の宿場。下宇佐国の小賀城下に設けられ、日光街道の江戸、日本橋から数えて9番目の宿場である。ここでは、城下町としての古川についても解説する。江戸時代の前期を通じて、小賀藩が管理していた小賀三宿の一つである。天保14年の日光道中宿村大会長によれば、本陣 脇本人は1軒ずつ設けられ、旗子が31軒あった。宿内の矢数は1,105軒、人口は3,865人であった。将軍家による日光社さんでは、小賀城は岩月城、宇都宮城と並び、将軍の宿城とされており、日光街道における主要な宿場の一つであった。日光社さんの時には、従者の数が膨大になるため、 通常の宿泊施設だけで渡足りずに、城下の武家屋敷や町屋も割り当てられた。宿場は日光街道沿いの大町、一丁目、二丁目、横丁にあったが、渡瀬川等による河川交通も発達していたことから、古川の町は日光街道から河岸へ向けて折れ曲がった国町、江戸町等にも広がり、T 字型に形成されていた。大名が宿泊する本陣は、 時期により異なるが、最もよく知られているのは二丁目にあったもので、現在、跡地には本陣跡地がある。脇本陣も二丁目にあった。古賀城下、古賀宿町割の特徴は、古賀城の主要な出入り口が北側にあり、西側に渡らせ川があることから、城下町、宿場町が城の北側と東側に集中している、ことである。また、このために城と、 上級武士の住居が低地にあり、町人や下級武士の住居が大地上となっており、他の城下に見られない個性的な景観をなしていた。以下、個々の町通りについて説明する。日光街道に面した町を通り町と呼び、他は脇町と呼んだ。また町の発展に伴い、本町とされた通り町、脇町から枝町が派生した。 教法十二年の文書による町全体の構成と各町の由来、特徴等を示す。以下、屋敷町とも呼ばれた武家町について説明する。各宿場町では参勤交代や公用の人や物を運ぶために陣馬を常備する必要があったが、これを助けるために近隣の村々が定助号に指定された。古賀塾の場合は、原稿がしないの長瀬、駒が先。 牧の地、大帝、赤土、犬宮、河辺見、上辺見、大和田、磯辺、西牛型に、東牛型に、駒金、女沼、小包、下王の、上王の、及び、玄加増市内の伊賀袋、野牛、麦蔵、高古が、柏戸、小野袋の23家村である。隣の宿場、中田地区、小宿地区、野木地区。 国家出資編3九9 3 1 4ページ ABC ありがとうございます。